ふるさとへ向かう最終に乗れる人は急ぎなさいと優しい優しい声の駅長が街中に叫ぶ。振り向けば空色の汽車は今ドアが閉まりかけて、明かり灯る窓の中では帰り人が笑う。走り出せば間に合うだろう、飾り荷物を振り捨てて、街に街に挨拶を。振り向けばドアは閉まる。振り向けば空色の汽車は今ドアが閉まりかけて、明かり灯る窓の中では帰り人が笑う。ふるさとは走り続けたホームの果て、叩き続けた窓ガラスの果て、そして手のひらに残るのは白い煙と乗車券。涙の数、ため息の数、たまがってゆく空色の切符。ネオンライトではもう燃やせない。ふるさと雪の乗車券、黄昏にはさまよう街に、心は今夜もホームに佇んでいる。ネオンライトではもう流せない。ふるさと雪の乗車券、ネオンライトではもう流せない。ふるさと雪の乗車券。はい、どうもひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。今日も、リクエストのカバー曲から歌わせていただきました。ちょっと前のね、ひろみずチャンネルにもらったコメント、橋本達也さんからのリクエストでした。何曲かね、リクエストいただいてたんですけど、その中でも、この中島みゆきさんのホームにてという曲を歌いたいなと思って今日は歌わせていただきました。リクエストありがとうございます。中島みゆきさんは好きで、聴いたりとか歌わせていただくことも時々あるんですけど、このホームにては初めて歌いました。歌詞の解釈がすごくいろいろ取れるというか、深いなっていうふうに、中島みゆきさんってそういう曲たくさん書かれてますけど、このホームにてもすごいなと思って、皆さんそれぞれの解釈で知ってる方はね聞いてると思うんですけど、私もねすごくいろんなことをこう想像しながら歌って一人で感極まっていました。リクエストありがとうございました。
さて、皆さん元気に過ごしているでしょうか。私は元気にしています。コメントで、ルパン元気にしてますかっていうのを書いてくれた人がいたんですけど、ありがとうございます。元気にしてます。ちょっと前まで体調崩してたんですよ。ずっとご飯をね、全然食べれなくなっちゃって、ウサギってずっと食べ続けて消化し続けていないとすぐに死んでしまうんですよね。犬とかね、猫とかだったら、例えば1日ちょっと食べれなかったっていうぐらいでね、死んでしまうってことはあんまりないと思うんですけど、ウサギは本当1日食べなかっただけで本当に死んでしまうので、もうこれは大変だと思ってずっと病院に連れてっていたんですよ。1週間ぐらい通ったかな。で、ね、やっとね、原因はね、結局わからなかったんですけど、やっとここ1週間ぐらいちゃんと食べてくれるようになって、それどころかもりもり食べ過ぎちゃってるぐらいに元気に復活しました。ちょっと連れてこようか。ちょっと待ってくださいね。はい、ルーちゃんです。はい、ルーちゃん久しぶりだね。みんなにご挨拶しようか。ちょっとね、ルーちゃん。はい、みんな。はい、ルーちゃんです。ルーちゃんだよ。うん、やだ、嫌なの、嫌なの。じゃあみんなにご挨拶しよう。ん？え？やだ、隠れちゃった。どこに入ってるの、ルーちゃん。そこ入んないよ。よいしょ、ルーちゃん。みんないるよ。はい、みんなじゃん。あ、また隠れちゃった。隠れちゃったね。ルーちゃん元気です。ルーちゃん元気になりました。元気になったもんね。パパイヤのね、無添加のね、ご飯好きなんだよね。食べる？怒っちゃったいつもはね、すぐ食べるけど、今ね、ここにね、連れてこられてるからね、ちょっと機嫌が悪い。食べてくれる？嫌なの。食べないの？じゃあ嫌いなの？嫌だって大好物なんだけどね。いらないんだって。じゃあみんなに、今元気にしてます。ゆうちゃん、元気ですよ。え、気持ちいい。顔を触られたりとかするのが好きなんですよね。ちょっと鼻息荒いね、ルシャね。よいしょ。じゃあしっかり元気になりました。またね、バイバイね。よいしょ。抜けた。ちょっとね、今日はナーバスですね。よいしょ、またねって、バイ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 。はい、ということでルパンでした。でね、先週、妹と一緒にですね、玉置浩二さんのあの頃へという曲を歌わせていただきました。まだ見てない方はぜひ遡っていただくと、動画ありますので、ぜひ聴いていただけたらいいなと思うんですが、その時にもね、ちょっとお話ししたんですけど、今月、7月の1日にですね、妹の13年ぶりのニューアルバムスフィア玉宇宙というのがね、リリースになりました。で、その中で私も楽曲を1曲提供させてもらってるんですけど、そういうこともあって、こう完成記念パーティーみたいなものをここでちょっとやったんですね。で、そこでスフィアに対するユキの思いだったりとか、サイドウェイというその一緒にやった曲をレコーディングしたりとか、その作っていく過程での話だったりを少ししてるんですよね。いつもはシフタイムのコーナーでやってるところに流せたらいいなと思っています。ぜひね、楽しんでもらえればいいなと。ということで、今日もひろみずチャンネル最後までゆっくり楽しんでください。はい、ひろみずムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介させていただく作品はこちら、28日後です。2002年イギリス映画、監督はダニー・ボイル、脚本はアレックス・ガーランド。あらすじを紹介します。舞台はイギリス・ロンドン。動物実験を行っている研究施設を動物愛護活動家の若者たちが襲撃します。施設でひどい実験をされていた動物たちは恐ろしい感染症にかかっていました。しかし活動家たちは動物を解き放ってしまい、檻から出たチンパンジーは活動家たちに噛みつきます。感染するとウイルスはわずか20秒で脳に侵入し、感染者を凶暴化させてしまうという恐ろしいものでした。施設から出てしまったウイルスはあっという間に広がり、ロンドンはゴーストタウンとなってしまいます。主人公のジムはとある事故で入院し昏睡状態だったため、病院のベッドで何も知らずに眠っていました。しかし感染拡大してからちょうど28日後、急に目を覚まします。病院を出ると街は変わり果てていました。感染者に襲われそうになる中、セリーナたちと出会います。それ以降行動を共にし、途中逃げ込んだマンションの一室で
フランクとハンナ親子に出会います。フランクが持っていたラジオからは軍からのメッセージが流れており、基地は安全で食べ物もあるから生存者は基地を目指すようにというものでした。マンションから抜け出し、みんなで軍の基地を目指します。はい、というのがあらすじです。ダニー・ボイル監督、トレインスポッティングで有名な監督ですよね。あの、以前このムービーセレクションのコーナーではスラムドッグミリオネアでご紹介させてもらいました。どの作品もね、あのダニー・ボイル監督の独特な世界観っていうのがやっぱりあるんですよね。スタイリッシュな感じっていうんですかね、映像とかで常に漂うインディーズ感っていうんですかね、があるんですよ、この監督。あの、もう全然有名ですし大成功もしてるんですけど、インディーズっぽい雰囲気っていうんですかね、音楽で言うとなんだろう、こうバンドマンとかみたいな感じ、あ、なんかそんな感じのムードが漂うんですよね。尖ってザラついてる感じっていうのかな、なんかそういう感じが常にあるんですよね。そしてダニー・ボイル監督といえば走ってるシーンがすごく印象に残るんですよね。この28日後でも思いっきり走ってます。はい、ゾンビが走ってるんですよ。もうね、これはねびっくりしました、初めて見た時。ああ、また走らせてきたなと思ったけど、まさかゾンビとは思わなかったんですよね。やっぱりゾンビってこう、ああとかうーとかこうなんかゆっくり動いてても怖いっていうイメージがあるじゃないですか。見た目はね、こう血がこう出てたりとか、まあ、具合が悪そうなこうゾンビっぽい見た目なんですけど、健康っていうかすっごい元気な若者が全速力で追っかけてくる感じ、鬼ごっこですよね。もう本気なの、リアル鬼ごっこってありましたよね、映画ね、うん、あれ鬼も大概怖いですけど、ゾンビも怖いですよね。あのスピードでガーッと追っかけてきたら、そのみんなで追っかけてくるので絶望的だなって思うような走りをしてきます。まあ、こういうゾンビ映画とかパニック映画とかに本当にこう必ずと言っていいほど出てくるシーンっていうのはありますよね。どんなシーンか分かりますか？あのスーパーのシーン、こう生き残った人たちがスーパーとかに入って好きな食べ物だったりとかお菓子だったりあのお酒だったりっていうのをバンバンこう入れていくシーンって出てきますよね。まあ、緊張感と疲労感の中でほんのつかの間の笑顔になれる瞬間、一度やってみたいんですよね。もう絶対に死なないっていう前提でだったらでね、アメリカのテレビドラマのウォーキングデッドってあるじゃないですか。あのきっと知ってる方も多いと思うんですけど、ゾンビのね、あのまあそれもドラマなんですけど、私も好きでずーっと見てるんですよ。結構長い期間やってますよね、まだ完結してないし。面白いのでずっと見てるんですけど、あのウォーキングデッドはおそらくこの28日後が土台になってるんじゃないかなと思います。もちろんゾンビも怖いんだけど、まあもっと怖いのは人間の方が怖いよねっていうとこだったりとか、あとは作品の始まり方とかですよね。あの主人公がずっと病院で寝ていて、パッと起きたらとんでもない世界になってたっていう、その始まりもね一緒なんですよ。わかりやすく言うと、ウォーキングデッドは28日後をより詳しくより長い時間をかけて掘り下げて楽しませてくれるっていう感じで、この28日後はキュッとそれを2時間にこう収めてっていうような感じかな。すごい平たく言うとですけど、うん、そんな感じの作品ですね。私ね、バイオレンスとかスプラッターとか、なんかそういう痛いのとか暴力的すぎるのっていうのはちょっと苦手なんですけど、まあゾンビ映画に関してはね大丈夫なんですよ。これなんでなんだろうって思うんですけどね。でもやっぱね、過激なシーンっていうのはこの作品にもあるので、すごい苦手な方はね、なんか見ない方がいいと思います。くれぐれも無理して見ないようにしてください。あのね、最近ねムービーセレクションの中で紹介したものをこう一緒にこう見てくれてたりとか、手に入らないものは取り寄せて見てくれてるよなんて言ってくれてる人もいて、あのもう本当にありがとうございます。すごい嬉しいです。で最近ね、ちょっとコメントでもちょっと書いてくれてる方いるんですけど、こうAmazon プライムとかそういうのでやってないものを結構紹介すること確かに多いんですよね。そう、なかったですとかっていう方も結構いるので、そうなんですよ。私が好きなものってなんかね、入れてくれないんですよね。そのビデオ屋さんとかに行っても置いてないことがあるものもあるみたいで、置いてほしいなと思うんですけどね。ちなみにこの28日後は Amazon プライムで見れるようになってましたね。はい、私もそれで見直してこれを今撮ってます。はい、興味があったらぜひ見てみてください。ということで今日は、28日後をご紹介させていただきました。そして来週のご紹介する作品はこちら。はい、せっかくダニー・ボイル監督の作品をね今回も紹介したので、ちょっと続けてもう一作面白いのあるんですよを紹介したいなと思います。127時間、これね実話を元に
作られている作品なんですよ。ちょっとパニックムービーっぽい感じなんですけど、これすごい面白いです。はい、なのでこれをちょっと次回は紹介できたらいいなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。でこれはね、あの Amazon とかでも確か見れたはず、うん、だと思います。はい、なのでぜひ楽しみにしていてください。ということで、ひろみずムービーセレクションのコーナーでした。週末はいつも泣いているわ。どこへも行かず、誰とも会わずに、3日、1週間、1ヶ月過ぎてもまたあなたは帰らない。この部屋ごと沈んでくわ。光のない暗闇へ溺れてしまう。知らないまま去ってしまうの。私が本気で愛してたこと、もう遅いの、手遅れなの。あなたがくれた翼をこんな風に突然取り上げてしまわない。
今日はマイシスターのゆきが遊びに来てくれてます。こんにちは。あ、なんかちょっと枯れてきた猫みたいな感じ。7月の1日に、ゆきのニューアルバムスフィア、はい、玉宇宙、玉宇宙、すごいね、すごいタイトルだね。むしろ宇宙的なっていうより宇宙って感じです。宇宙って感じです。私たちもすごい久しぶりに会うんだけど、あのこのできた喜びを分かち合いたいなと、乾杯をできたらいいなという気持ちで、今一緒にいます、はい、乾杯のために、うん、持ってきたんだ。ちょっとじゃーん、おー明るくこうか、すごいね、見えますか、ドンペリ、ドンペリ、しかもピンク、ピンク、イエーイ。よっしゃ、ちょっとこれ、うん、開けましょうか。うん、開けれる、うん、これさ飛ぶやつだもんね。そう、飛ばないようにやる、ね、飛ばないようにやる、飛んでさ、学校楽器とかにパパパパガシャガシャ。大丈夫、任せてください。得意、あー、ダメ、多分ダメだ。あ、もうすぐ開くわ、これ。あ、嘘、うん、すごいね、ちょっと避けるよ、ちょっと、ちょっと、ちょっと怖い、本気で怖がってんじゃん。ちょっとね、苦手なんだな。嘘、なんだ、ちょっと鎌木とぶったじゃん、鎌木とぶって、皮、あー、開くからね、それ開いてる。いきますよ、はい、なんでこっち向いてるの。ちょっと、おかしい、あ、あっちで、いくよ、うん、せーの、おー、もう一瞬、一瞬の出来事。あ、いい音。これさ、シャンパングラスじゃない、ないよね。ないけれども。ワイングラス。おー、いい色だ。琥珀色だね。ピンクっていうかさ。そうでしょ。あ、なんか泡立つ。あ、うまいね。うまいね。じゃあ、スフィア完成おめでとう。頑張ってね、最後までありがとう。おいえいおいえいおいえい、皆さんもチアーズ。おいしいね、すごい好きっぱらだから、すごい食べてないんだって、うん、今回、私が提供させてもらったその楽曲っていうのが、サイドがいい平行世界、パラレルワンだ。で、初めから言ってたもんね。好きなんですよ。もうね、そう、楽曲ができる前かな、ぐらいからもうずっと言っていて、変わったの作りたいって思ってるんだなっていうのはすごい思ってたんですよ。ちんどん屋さんと現代の音楽を融合させたようなものをやりたいの。あー、ちんどん屋さんってずっと多分姉は、うん、あのはてなが出ながら、うん、作っていたんだろうな。そう、そう。本当にこれで大丈夫なのかなと思いながら、でもね、あるタイミングでね、面白くなってきたっていう風になったんだよね。それ結構キンキンだよね。もうあの、なんだろう、曲も半ばぐらい作り上げの、それ私のだけど、まあいや。一番初めはね、多分お願いしたのは3年ぐらい前だよね。やっとアルバムが出せるっていう状況になったから、これはもう絶対これ使わせてくれっていう風にもうお願いした時には熱量がもうブーンと下がってるから。あ、ね、3年前だとね、やっぱ忘れちゃうよね。しかも、うん、あのその送ってくれたデモを、うん、あの姉はあのもうパソコンがいかれちゃってなくなっちゃってて言うぞ。だゆきがまたその曲をやりたいってあの言ってくれた時に、私はちょっと忘れ気味だし、ちょっとマニアックすぎるんじゃないかなっていうのがあったからさ、うん、曲もアレンジもね、うん、だからもうちょっと分かりやすい方がいいんじゃないのなんて話しながら、まだあの新しくじゃあこれ新規ってね、また作ってもいいんじゃないのっていうふうに言ったんですけど、でももうゆきはもう絶対譲らない、もう言い出したら譲らないね。もういや、私はもう惚れ込んでいたから、そう、どうしてももう3年前からもうどうやっても出したかったからさ、あの楽曲そんなにやりたいってやっぱずっとね、本当は変わってるんですよ。本当はってね、本当は変わってパブリックイメージでね、柳生木像みたいな感じのような、
水のようなんて何？あ、リキッドのように。何リキッド？水でしょ。水じゃない、ウォーターだそれ。リキッド、液体、液体のように変化をしていくっていう。え、なんか今ちょっとかっこよくなかった。いやね、本当に隠しきれないかっこよさでしょ。本当に。ちょっとじゃあ聞いてみるか、音を。ちょっと聞きながら喋るか、ちょっとね、パソコンの中で音を。どん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 ね、方向がね、うん、極まっていったよね。一回ダメ出しされました。ちょっとお姉ちゃん怖すぎ、これよく歌ったね、この歌。難しいよね、恐ろしく難しい。なんかこう限界を試されてるんだけど。これさ、ライブで歌える？いや、今からもまだ本当にこれはどうしようかなと思って。想定して作ってないからいけないし。すごいよかった。尺八。ここのメロディ一番よく作れたと思う。あとここよ。あ、ひろみちゃんの、あ、コード。感動的。尺八のショーンって抜けるの、いやーすごいよね。どうしましょうかって言ってたんだよね、終わり方ね。終わり方ね、うん、こうもできますよ、ああもできますよって、いくらでもこの引き出しがあって。ね、すごいの出た、出たね。本当に素晴らしく仕上げていただいて、本当に。いやほら、あのリモートで、この歌と道山さんの尺八はあのリモートだったんだよね、姉ちゃんだけどね。そう、うんうん、そうだったんだけれど もうスタジオの中も、もう大興奮だよ。大興奮だったよね。うわーって言ってたもんね。熱量っていうのは伝わってきて。そうで、そう、今本当にリモートの音っていうのがほぼスタジオで聞いてるのと変わらないような音を聞ける状況でできていたんですね。すごい時代になったなと思う。便利だよね。便利、よかったよね、今の時代で。じゃなかったらできなかったね。ね、で、ある意味スタジオにいない分、ここにいるっていうのもあって、ちょっと冷静にスタジオマジックってあるよねって、さっきもちょっとね、あのこう回す前に喋ってたんですけど、スタジオマジックってあるんですよ。スタジオのいいスピーカーでいい環境にいてやるとね、結構こうなんかいろいろこう3倍ぐらいによく聞こえたの。そこでここなんてね、いつもの環境で聞いてる人が一人いるみたいな。冷静にね、冷静になれる部分があるから、ジャッジっていうのかな、これいいね、もう一回やろうかとかさ、うん、なんかそういうのも、うん、多分すごく冷静に捉えられる部分があるかもしれないね。確かに。そう、なんていうことも思いながら、うん、感無量ですよ、だってね。3年前から始めてるからね。そうだよね。もともとは姉がアレンジをするはずではなかったんですよ。うん、デモテープの段階で、あとはまあちょっとあのまあ忙しいのもあるし、ちょっとあの他の方にお願いした方がっていう話だったんだけれども、この世界観をどうしても引き継いで、そのまんまあのこうなんていうの、ブラッシュアップしたいというのをお願いして、あのまあえって言いながら、ちょっといやいやこうなんかアレンジしたっていう。もともとそうなんだよね、あのだからアレンジはするつもりではなかったんだよね。そう、あの大体の世界観をこう作って、それをアレンジャーさんに、ね、こうちゃんと料理してもらってでやるのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、そうだね、そのアレンジのみっていう仕事はしたことがないから、その曲とかじゃなくて、うん、そうなんです、全く違う仕事だと思ってるので、その例えば自分の CD とか、自分たバンドやってた時とかの自分たちの曲のアレンジとかっていうのはやってるよ、うん、でもその人に提供っていう意味でアレンジっていう形を商品としてっていうのかな、やるっていうことは経験がなかったので、うん、
それはやってもらった方がいいよっていう話をしたんですけど、うん、譲らない変わった世界観だから受け継ぐ方もね、なかなかね、そう、そう、ね、難しいからっていうのもあって、うん、やっぱさ、人に自分だけじゃなくてこう、ね、うん、どなたかがこう入るとなるとこう責任がこうなんかね、うん、所在がこうねあれになってくるからこうちょっと、まあ、ちょっと嫌いよね簡単に言っちゃうと、いや違うの違うの違うの、あのほら、うん、あのスフィアって、うん、あのデモ閣下と、うん、ね、あの先行で配信してるんだけれども、うん、あれ私詩書かせていただいたんだけれども、やっぱりこう閣下に歌ってもらうとなると、やっぱりこうちょ なんていうかもう、うわどうしようかみたいな、どうやって書いたらいいのかなって、自分だけで完結しないとなるとさ、うん、なんかやっぱ責任がこうすごくどうしようみたいなさそれそれいいよ、お姉ちゃんの世界観でがっつりやってって言ってくれたから、うん、あ、もういいや、じゃあごめんやらしてっていう感じで思いっきしやらしてもらった。そう、でも思いっきしやってきたらどんどん怖くなって、うん、怖くなりすぎたからイメージとしては外国の映画監督が日本映画撮っちゃったみたいな感じにしたかったんですよね。街並みとかもさ、はいはい、あ、これは日本じゃなくて中国じゃないとか、よくあるよね、漢字がちょっと間違ってるとか、でもなんか気持ち悪くて面白い世界観があるみたいな、うん、そういう感じの気持ち悪さにしたかったの、うん、なった、すっごい気持ち悪いでもほらアルバムの中の曲っていうことで、そうあるし、そうとことんね、うん、あの、ね、うん、言ってもそのアルバムの中でも異質ではあるけどね。もともとの一番初めにあったのはでもサイドウェイなんだよね。アルバムの中で、うん、そう3年前からあるから。アルバムの中で入れ場所困らなかった。困った。基本的にだからその点を決めていくでしょ。うん。その点だったよね。その点がちょっと他の点とちょっと離れてるなみたいな。そう、これボーナストラックじゃないし立ち位置的にはそのな馴染み感としては難しいとは思うんだけど、他の曲とのね、だからこそ点としてそのどこの場所かなっていうので、うんうん、そうそう、あの目が覚める思いで何目が覚めるんですよ、この曲がいきなりもう何をやりだしたと、そういう感じだそう目が覚めます感じだと思うから、目が覚めるんだけど覚めたまま見ている夢みたいな感じです。そうだよ、曲ね、あの、ね、あのアレンジのイメージ、そうだよね、パクチューム、なんかあの冒頭怖いじゃん、だからこそこの詩も怖くなったし、新郎屋さんっていうのをさ、うん、言ったのもさ、そのそういうこう日本の、うん、あの昔からある根付いているそういうなんだろう、あのお祭りとか、うん、子守歌とか、あの童謡とか、なんかそういう感じの、うん、あの馴染みがある、うん、懐かしいけれども怖い、うん、分かる、 なんか分かんないけど怖いみたいなのを表現をできればいいなと思っていたじゃない、そういう話でさ、うん、進んでいったから、あの冒頭のあのメロが来た時にもうパッとすぐ浮かんだのがあのおしさんっていうね、そうっていうさ、そうだね、そしたらそれに重ねるようにしてアレンジがどんどん怖くなっていったからこれはもうあのゲゲゲの鬼太郎の世界になってきたと思って本当はもうちょっと怖く してるんです聞いてもらったら分かると思うんですけど、最後に鈴の音みたいのが入ってるんですよね、シャンシャン、なんかこう僧侶の人がこうシャン、雪の歌も全部終わって最後だんだんシャン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 ってそばに寄ってくるみたいな音がねグーって大きくなってくるっていうのをちょっと作ったんですけど、作ってちょっとやりすぎだって思う、いや怒られるあの鬼太郎の私が見ていた時のあのアウトロシャンシャンシャンなんだそれをイメージしちゃって、おおおお鬼太郎あー入れないとなそしたらあーって言わなきゃいけなくなるから、あのエンジニアのミキサーさんもさ、最後の手前でミックスダウンっていうのをやって音のバランスを決める作業があるんですけど、すごい技術者というかね、すごいアーティストなんですけど、うん、その増田さんって方、はい、ほんと良くなったね、
水田さんミックスやってもらってよかったね、うん、すごいよくしてもらって、でもそのミキサーさんがあのやっぱり私と同じように最後のミックスの時にそのシャンシャンをやっぱこううーんってこう上げたんだってだけどいや怖すぎるなって言ってやっぱやめたんですよ。あれ上げたくなるんだよ。私が初めにね伝えたそのチンドン屋さんのイメージからのここまでの道のりっていうのを、これはもうマスタリング終わった時は本当に感慨深い、一番感慨深かったね。本当に一番感慨深かったよ。泣きましたね。大変だったよ。いや大変だったけど、大変だったけど、辛くはなかったけど大変だった。まあでも3年っていうのもあるけれども、うん、まあ紆余曲折あったわけであって、うん、そう、それがまあここまでちょっと召喚したとは、感慨深くてもう素晴らしく仕上げていただいたなって本当に思って。本当だね。そう。すごく化けたね。最後すごく、うん、本当に化けさせてもらったなっていう感じです。そうだね、方も力をもらって姉妹作品だもんね。やったね。 We Can Go Anywhere で一緒にやった時も楽しかったけど、今回の方がなんかこう、うーっと頑張ってやった感じあるよね。だよね。だってもう、うん、本当にひろみちゃんもう一人でもう、うん、たくさんのチャンネルを使いながら、そうですよ、もうトラックね、トラック数で、ね、聞くたびにきっとなんかいろいろ、あ、こんなのも入ってんだっていう毎回言うのだっていろいろ入れすぎたからなすごいそういうトラクションになっちゃった。シンプルイズベストだと思うんだけど、でもほらほぼね、あのほぼっていうかあの道山さんの尺八以外はもう打ち込みだから。そうだね、全部今回は打ち込みですね。やらせてもらいました。例えばドラムだったりとかさ、やっぱそういうものがしっかり入ってるものと比べるとまたちょっと変わった感じに多分聞こえる部分があると思うんですけど、でもそれはそれでなんていうのかな、面白い世界観としてすごくしっかりまとめてもらうことができたので、まあ楽しんで聞いてもらえたらいいなと。こうなんか楽しくて言うかな、なんか楽しい欲ではないんだけどなんか面白がって聞いてもらって、そうだね、でも面白がるような曲そうだね、なんか聞きながらその世界にポンって行ってもらえたらいいなって。それが平行世界、平行世界、ここに存在しないかもしれないけど、うん、今もするかもしれないっていう、その世界に思いっきしこう委ねて聞いてもらえたらいいなって思うよね、うん、飛べるんじゃない、飛べるかな、うん、飛べるそうです飛べますという意味で言うと、すごくこう私の中でその平行世界する、サイドウェイ、うん、役割を、ありがとう。そう、このスフィア玉宇宙の中で、そうなんです。はい、なのでありがとうございます。楽しみに、うん、飛べるかもしれないけど飛ばさないでくださいね飛ぶ違いね、まあ、それはちょっとそれは飛ばない、しっかりそこだけはね、そこだけはちょっとちょっとね、これから私たちはたこ焼きパーティーしよう。久しぶりに会ったので、そうです、あの生ゆきと生ひろみと生ひーちゃん、はい、はいはい、ということでゆきでした。ひーちゃんでした。なんだビューン、わかんない、もうやスビア何それ。はい、ひろみずチャンネル、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日からね、もう4連休ですよね。はい、このね、連休は雨が結構しっかり降るみたいなので、前回のね、この前の大雨ですよね。また九州でも週末降るみたいなので、ちょっと心配です。くれぐれも引き続き気をつけて過ごしてほしいなと思います。そしてコロナもですよね、みんな気をつけていきましょう。どうかいい連休を過ごしてくださいね。最後までありがとうございました。ひろみでした。また次の動画で元気にお会いしましょう。バイバイ。季節の中であなたの形がくっきりと刻まれる